これ普通にカバ打ちっすね。でけえこれ、借りて。よっしゃ、よし、食った。おはようございます。 OSP プロスタッフの加藤英二です。今回はですね、 OSP から新作ワープスピンナッツシリーズなんですけども、これは65、この上に80も出たんですけれども、今回は65サイズ、こちらを使って、霞ヶ浦水系おかっぱりで攻略していこうと思います。スピンナッツね、ボトムジャークだったりとか、普通にカバー打ったりとか、もうすごい多彩なワームなんで、ちょっと今日は一日スピンナッツいいところを見せられたらなと思います。よろしくお願いします。送った、送ったよ、送ったか。よっしゃ、よっしゃ、でかい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 。うわー、でけえ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、でかいぞ。抜けないっしょ、抜けないっしょ、これ抜けっかな。うぅ、ちょっと待て。待って、50ぐらいある。待って、やばいやばいやばい。よいしょ、よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って。やったぜ、よっしゃー、でけえ。うわー、50アップっしょ。これやばくねえっすか。やばいやばいやばい。ナッツ65カバ打ち、いや150アップ測りたいけど、やばい、ふっと1700ぐらいある、もっとあるかも。やばい、ナッツがでも50サイズ見える。これ65ですけどね。やば、うわー、震えるわ。16ポンドなんて大概抜けるだろうと思って。うん、みたいな。やばい、ナッツ普通にカバ打ちっすね。いや、でけえこれ、測りてえ。いや、最近釣った魚で一番でかい。ナッツのネオワカサギかな。やっぱカバーにも本当にパーツないんで、こうやって打つこともできるんで、霞でも、もうマストアイテムになると思いますね。いや、太い、この時期には貴重な霞のゴジャップでした。ありがとうね。じゃあ逃がします。よし、ありがとう、マジで。試合で今度はまた来てくれ、頼む。小粒だけど衝撃はでかいわ。やっぱめっちゃいいバイト。まあでも底合わせっていうよりはちょっと待って、さっきもワンテンポ置いてたと思うんですけど、ワンテンポ待ってしっかりバイトを確認して合わせた方がいいかなと思います。カバ打ちでもそんなに逆にパーツがないんで、待ってれば完全に食い込みやすいんで、あんまり底合わせするとやっぱ逆にパーツがない分すっぽ抜けもしやすい、ね、カバーも引っかかんないですけど、やっぱすっぽ抜けもしやすいんで、しっかりこう加え込ませるまで待って重みを感じてから、まあ、フッキングすればミスなく、さっきみたいにすげえいいところにかかってたので、さっきもああいう感じで釣れるかなと思います。いや、嬉しいっすね。まあ今でも釣れたの、ここ見えますかね、どうかな、こういう浮草の、こういう草の間に、こういう間にこう入れて、こういうとこもスッて入ってくんで、こういう風にで待ってたらもう一発みたいなのないけど、まあでも普通にカバ打ちっすね。一番いい節、送った、送ったよ。よし、送った。よっしゃー、よし、めっちゃ走った今度は。ナッツ釣れるね、ナッツ釣れます。今度はさっきのがでかすぎて、これもいいサイズなんですけどね、普通に。
ピーナッツ65、カラーはさっきと同じです。ネオンワカサキ、まあ、ちょっと白っぽいんで水が、でネオンワカサキっていうカラーチョイスですね。はい、もういいとこかな。ちょっとやっぱワンテンポ待ったでしっかり拭きます。いやーら、ナッツストレスフリーやわ。ここにブッシュあると思うんですけど、ブッシュの先端に引っ掛けて、まあそこから中に打とうかなと思ったんですけど、もう先端に引っ掛けた段階でラインがスーって手前に。でも食ったと思ってからもやっぱそうですね、 2,3 秒は最低待ってから合わせる、意外と大事かな。なんかネオワカサギも今いい気がする。ボトムジャッカーやるときは逆にボトム系のカラーとかにする方が実績あるんですけど、もうカバー打ったりとかするときは別にもうその水の色と餌と、まあ、今イナッコもいっぱいいるんで、エビっていうよりは多分イナッコ系の方が今ちょっと多いかな。ここはだから4色ぐらい、ボトム系2色とベイトフィッシュ系1色、エビっぽいの1色持っとくといいかもしれないですね。シンプルだからこそマルチに使えるワームなんで。あー見に来てた30センチぐらい油断した。ボトムに落ちたナッツを眺めてました。はい、ビビビ、ちょっとナッツで釣るような魚じゃないかな。はい、移動します。まあ今見えたんですけど、今のはちょっとナッツでわざわざっていうか、ナッツで釣る魚じゃないですね。わざわざもっといいとこいっぱいあるんで、輝くところでやります。わざはい、ここからはスピンナッツのフックセッティングとか、まあ、タックルセッティングですね、そういうのをちょっと紹介していこうと思います。まあ、まずそうですね、今日使ってるのは、オフセットフックの30に、スピンナッツの65、そのまま直で結んでるだけ。まあ、近距離とかカバ打ちでやるときは逆にリングとかつけちゃうとちょっとこう引っかかったりもするんで、このままがいいんですけど、ただボトムジャークで特に使う場面、スピンナッツ65って多いと思うんですよね。でそういう時は、僕はこういう風にやってます。普通に同じフックは一緒、30のオフセットフックに、カシメスイベルこれ入れてあげると、回収する時どうしてもスピンナッツ回転したりします。でそういう時に、まあ寄れなかったりとかそういうのがある。あとねちょっとこう自重もプラスされるんで、そういうのもちょっと良かったりして、こういう風にやってます。で、伸ばれることが多いんですね。なんで一応バーブレスにして使ってます。で、スピンナッツシンプルなワームだからこそ、まあ、それぞれ人によってそれぞれこうフックセッティングとかが違うんで、まあ、ネイル刺したりとか、まあ、これスプリットリングでもいいし、まあ、そういう自分好みのフックセット見つけていただくとより快適かなと思いますんで、いろいろ試してみてください。で、今使ってるタックル、まあ、ボトムジャックでも同じタックルでやるんですけど、ラインがまずフロロカーボンの14か、まあ、16、まあ、16ポンドの方がボトムジャックやるときはラインの沈む感じとかが分かりやすいんでいいかなと僕は思います。で、ロットの番手がこれは68の M のロットなんですけど、まあよくある6点の M とかそういう番手でスピンナッツ65はちょうどいいかなと思いますんで、はい、そんなタックルセッティングでやってます。なんで、でスピンナッツ、まあボトムジャックもねもちろんなんですけど、今日カバー打ってるみたいに本当にパーツが少ないんで、あのスル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 入ってくんで、まあ本当にいろいろ使えるんで、カバー打ったりボトムジャックもそうだし、表層のドッグコークもそうだし、まあいろいろ試していただいて自分だけのフックセッティングとかこう生み出していくと面白いと思いますんで、ぜひお試しください。よっしゃー出たフォールで、フォールで一撃クイでしたね。クイでもフォール刺したらラインが浮かった。好きにですけど、
近夏からはちょっと変えて、ちょっとあの水もちょっと濁ってやったんで、さっきと違う感じの濁りだったんで、青ラメが入ってるカラーでね。はい、まあただフォールさせてもこうゆら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 ってフォールするんで、一撃でした。結構メジャーな場所で難しいバスですけどね、普段は。ありがとう。うい、元気や。でもナッツ使い勝手がいいですからね、こうタックル1本でいいから。しかも他にもこれ、例えば風吹いてきてスピナーベ投げたいって言ってもこのタックルでもいいし、全然いいし、そういう誰しもがカスミで、まあカスミ以外でもバスフィッシングする人なら持ってる M とかMH とかそういう番手でそのまま投げれるのはメリットですよね。逆に1本でランガンしていきたい、これから季節例えば進んで秋とかになるともっとちょっとスローダウンしたい時とかは夏やりたいなとか、その後結び替えてバズベイトとかスピナーベイトとか投げたいなっていう時にも、そのままタックル1本フック1個でできるのはめちゃめちゃメリットですね。では逆に50サイズとかになるとあのベイトフィニッシュになっちゃうんで、ベイトでやろうと思うと、それかまあスピニングか、もっとタフった時とか、まあ、50まで落としてスピニングもう1本持っていくっていうのももちろんありなんですけど、こう1個で全部やりたいみたいな時にはもう最高ですね。これだけあれば何でも トップから沈めてもいいしっていう使い方できちゃうんで、釣りのテンポは上がりますね。ナッツ65の方がもちろん。今釣れたのはこのクイカ組んであるとこ、流れが今ちょうど朝そんなことなかったんですけど、多分水門開けて流れが効いててちょっとそういう方に物に寄ったのかなって。まあこれからの時期、まあ秋に、まあまだちょっと今ロケしてるのがまあまあ今日も30度全然超えてて、まあ真夏、ほぼほぼ真夏みたいな状況で、まあ秋っていう感じじゃないんですけど、これから先シーズンがこれからまあ進んで秋深まっていくと、まあ、こういう大きいの橋脚でフォールで釣れなくてもこうやってボトムジャークやっぱりしたくなるじゃないですか、まあ、どこで釣れるか結構わからなくなってくるんで、そういう時に一番ナッツのボトムジャークってカスミで効くのかなっていうのがあって、ちょっと絞りにくい時とかもワームでやっぱ食わせる力もあるんで、そういう時にこうボトムジャークでもう引っ張ってきて、まあ、フォールで今のタイミングだと結構フォールで釣れちゃうっていうのあるんですけど、時期が進んでったりとかして魚が散ったり、まあ状況によっても他もっとローライト、まあ今日は結構晴れて、まあ今ちょっと曇ってますけどとか、魚の着き場所が分かんないとか、初めて行く場所だったりとか、何が他に沈んでるか分からないところっていうのは、まあこういうとこは目に見えますけど、そういうところでやっぱボトムジャークはこうやって広範囲に探ってくれるん でかなり意外とアピール力もある釣りなんで、そういう時にこう不意の1本とかラッキーで取る、まあラッキーというか、まあ、狙ってるんですけど、そういう魚を拾えるっていうのはこういうルアーの強みかなと。まあ、かといって巻きだとこうちょっとスルーしちゃうような魚もやっぱりこうやってワームで拾っていけるっていうのは、まあ、メリットかなと思います。秋は秋で楽しみですね。秋もう一回やりたいですねよっしゃ、よっしゃ、着水だやったー、よっしゃ、今の面白いバイトだったなうーバスだったんですね。えいーナッツ50、着水でボカーン、浮かし出しですね。もうナッツ65、ここも水に凝ってるんで青ラメ入ったから、えいー、びっくりした、今の表層でしたねびっくりした。でも本当にロット1本でこうやって回れるのは本当ストレスなくていいですよね。逆に
釣れない時とか、なんか見失ってる時とかはすごい逆にこれ一本に絞ってこれ持ってってこれで欄干するみたいのもすげえいいかなと思います。これ取るためのセッティング。俺はナローゲープの針が好きなんですけど、それぞれなんか見つけるといいかもしれないですね。シンプルな本当ワームだからこそ、うわ、下出た。よっしゃ出たぜ。やったトゥイッチでも出た。うわー、今の嬉しいバイト。うわ、嬉しい一尾っす。これはさっきと同じぐらいだけど、ちょんちょんドカーンでかいかと思った。もっと表層トゥイッチでももちろん釣れます、ね、正面できたから。カラーは同じ。まあ、水の色は相変わらずなんで、こんな感じで、ね、落としても引いても着水でもまあたまたまだって釣れます。はい、お疲れ様です。今日1日スピンナッツ65を使って霞ヶ浦水系を攻略していきました。まあ、数もそこなりに釣れましたし、表層のトゥイチでも釣れました。で、5ジャンプもね飛び出してくれて、すげえ個人的に満足いく兆候になったかなと思います。で、季節が進んでいくとボトムジャックだったり、もっと広範囲に探る表層トゥイッチ、中層トゥイッチとかが、まあ活躍するかなと思いますんで、ぜひ試してみてください。